店のディスプレイがハロウィンっぽくなってくるとなんだかワクワクするよね。わかります。凝っているお店も多くて街中がとても楽しいです。私がよく行くカフェもかぼちゃのメニューが増えたりしていつもと違う雰囲気が楽しいわ。年に一度のお祭りって感じでルンってするよね。ハロウィンの由来を知ってると仮装も楽しいし。由来？由来なんてあるの？もともとハロウィンの仮装には悪霊を驚かせて追い払うとか悪霊に襲われないように仲間のふりをするっていう意味があるんです。え、そうなんだ。ちょっと怖い理由があったんだね。よく考えずにやってたよ。日本のハロウィンの仮装はみんなで楽しく過ごすための意味合いが強いものね。私はそれも素敵だと思います。仮装をしている皆さんは本当に楽しそうで私も見ているだけで笑顔になれます。友達同士や親子で仮装してるのは確かに微笑ましいですね。そうね、少し羨ましくなる時もあるわ。では今年はパスパレのみんなで仮装をしませんか？きっと楽しいです。うんうん、そうしようよ。みんな何の仮装が似合うかな。あやちゃん、イブちゃん、念のために言っておくけど私たちはプライベートで仮装して出歩くわけにはいかないわよ。そうですね、万が一迷惑になるようなことがあってはいけませんし。ん？私たちが仮装して街を歩くとなんで迷惑なの？ハロウィンの仮装で街中を歩き回るようなイベントは一箇所に人が集まると道を塞いでしまうかもしれないでしょ。確かに言われてみればそうですよね。じゃあバンド練習の終わりにパスパレメンバーだけでハロウィンパーティーは？おお、それいいですよ。絶対にやりましょう。なんかルンってしてきたよ。後でスケジュールを確認してみるわね。私も調べておきます。やった、楽しみだなー。